こんにちは、縁カタローチャンネルです。音楽活動を復帰する氷川きよしさんと山内圭介さんが電話で会話されたことがファンの間で話題になっています。その内容をまとめてお伝えしていきます。演歌歌手山内圭介さんが日本放送高田文夫のラジオビバリーヒルズにゲストとして出演し、歌手氷川きよしさんについて語りました。山内さんは氷川さんと同じ作曲家水森英夫氏の門下生、同じ福岡出身ということでも共通点があり、ラジオ番組にて山内さんは氷川さん聞いていますかと番組から呼びかけ、続けて氷川さんとちょっと電話しましたと明かしました。昨年から活動休止となっていた氷川さんはながらプロダクションの公式サイトで独立したことを発表。活動再開について準備中であるとも発表され、新会社絆を設立。今年8月にアリーナ公演を予定しているそうです。氷川さんの新会社について山内さんはラジオで、キーナのところに Z を入れてこうおっしゃっていましたよ。やっぱり人間は男女というものを超えて人間同士の絆を深めたいと。僕とケイちゃんもそうでしょって絆で呼ばれている、そういう意味を込めてと電話にて会話されたそうです。氷川さんの復帰にはまた活動再開、とても喜ばしいことですね。8月にコンサートもおやりになると話し、楽しみですと声を弾ませていました。以前の氷川さんと山内さんの間柄は、外から見ている分には仲がいいというよりも切磋琢磨するライバル同士のようなイメージがありましたが、事務所を独立されてしがらみがなくなったのか、山内さんとの仲のいい場面がこれからも増えてくるといいですね。氷川さんが復帰されたら、ケイちゃんと共にさらに歌謡界が盛り上がりますね。ご視聴ありがとうございました。